ございます。2月3日土曜日、今週もウィンウィン始まりました。今日は節分の日ですね。そうです。はい、あの節分の日、うちの2歳の次男くんの誕生日でもあるんです。そうなの、おめでとうございます。ね、節分といえば、はい、健康で幸せに過ごせるように邪気を追い払う日。そうだそうだ、ね、はい、ね、もう最近あった不運をもう遠くで追い払っていこうっていう。おー、いいよ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 いいね、結構ラッキーだよね。うん、全く想像できない。確かに一歩間違えたら不運だったんだけど、うん、ラッキーみたいな、うん、とか、うん、そういうトーク数々聞いてきましたよね。あったかも。確かに聞いてきてるね。じゃあ私からいこうかな。はい、はい、私の最近あった不運、じゃじゃん、タイヤのパンクです。なるほど、わかる。確かに確かに、しかもかける2です。やば、タイヤ前輪って言うんですか、車のタイヤ前輪、うん、2つとも同時にパンクしたんですよ。怖い怖い怖い。結構、それってあるあるですよ。ないないない、なんで、ないないです。走行中にってこと。ないない、そうです、走行中に。怖い。そう、あ、なんかどこどこなるなと思って、そしたらパーンって1回聞こえて、えっ、私また2回目パーンって聞こえて、えっ2回、えっ、おやって思い、1本ならまだしも2本ってあると思って、そうだね、いや、まあまあこれ不運だわねと思って。あるよ、なんかさ、それって続く時もあったりして、タイヤ続いた時あったのよ。うわ、3回目ぐらいスペアタイヤをもう自分で取り替えられるのってかっこいいな。もうかっこいいな。極めたんだ。極めてたもん、3回大丈夫っつって自分でやってたもん。すごいわ、無事で何より。本当そうですよね、よかったよね、本当に、うんうん、事故がなく。どうですか、うん、はい、じゃあ私いきますね。あ、ちょっと、OK、はい、ででん、パーキングで他の方の駐車場代を払ってしまった。あるあります。これはあるあるです。あるあるなんだ。あります。これでもちなみに不運というよりも確認ミスっていうことではないんですか。確かにね。そうです、あの注意散漫な判断ですよね。そうなんですよ。しかもこの時それこそアゲアゲ飯の撮影だったんだけれども、はいはいはい、あの小銭がなくて大川さんから1000円借りてたのよ。で、借りてたお金払ってで次に自分のお金払うとじゃ足りないのよ。でもう一回1000円借りるって言うんで、でこの時はいつも、あ、南蛮さんおめでとうございますって思ってるから、よかったねみたいな。おっしゃる通り、それを X に上げたんですよ、うん、おめでとうございますみたいな、うん、すんごい反響ありました。こうポジティブに変えるっていいねっていうことで、一応駐車場の人に電話したんですよ。ダメですってやりました。そりゃそうだ。一応ね、すいません、もう戻ってくるかなみたいな、ね、みんな車関係でしたね。確かに、そうなんです、確かに、ね、うんうん、私はこちらです。はい、じゃん、よくお財布を忘れる。あ、忘れることある。意外ですね、和葉さん。そう、最近ちょっとよく多くて。確かに和葉さんは忘れそうないもんね。うん、なんか携帯で全部払えるかなって思うんだけど、うん、やっぱどうしても払えないところもあるわけよ、はいはいはい、そういった時にうわ忘れた、どうしようって思うんだけど、まあ、大抵あのごちそうになったりとか、あらあら、おばってもらいます。いい、ね、結果ね、最近というか、勝田さん時計もよく忘れるじゃないですか。そうそう、しょっちゅう忘れる。ここに、あ、もう次は時計をいただくって。私も結構指はよく忘れるんだけど、ね、ダメだよダメだ。これであのお財布忘れちゃったから、うん、あの駐車場代をあの払っていただいたっていうことがあります。結局ラッキー、ラッキー、ラッキー、人が払って戻ってくるから大丈夫。すごいすごい。いや、本当結果カズハさんやっぱラッキーですよね。ラッキーがあるだね。わざと忘れてるわけではありません。あ、申し訳ない。じゃあ私たちカズハさんの隣にいたら、うん、ラッキーなれるのかな。でも今のところ長く一緒にお付き合いしますけど、はい、もらってますか、ちゃんと。もらってません。ちゃんとあやかりなはれ。あやからないとね。結局やっぱ自分たちだもん。そうなんですよ、不運というのは。そういうことなんです、はい、気をつけていきましょう、はい、今日は不運がないように頑張っていきたいと思います。、はい、さあそろそろ最初のコーナー参りましょう。はい、グルメナビです。ココちゃんよろしく。はい、いや沖縄イタリアン増えてきましたね。皆さんお気に入りのお店ありますか？さて今回は長い間みんなに愛されているイタリアンをご紹介します。25年ということで、私も同級生なのですごい親近感が湧いてます。それでは早速行ってきます。グルメナビ、今回お邪魔するのは那覇市宝カフェトラットリアピーノビーノ。オープンして今年で25周年。店の雰囲気に歴史を感じます。カップルの頃から来ていただいて、あと夫婦になってお子様も生まれて、そのお子様が大学生になるまで
長く通っていただいている方もいらっしゃいますし、あと男性一人で来るお客様もいらっしゃいますね。今はオーナーとして一線を退いた国場幸光さんは、店のパスタ麺を手作りしています。腰を入れるためにこう伸ばしていって折り込んで、もう一回それを何回か繰り返して麺に腰を入れる感じで。長く店を続けるためには料理の美味しさは欠かせませんが、それ以上に大切なものもあると言います。自分が楽しんで、もちろん仕事は仕事なんですけど、まあ、接客にしろそういった仕込み仕事もやってますね。手作り生パスタを使ったメニュー、牛肉とキノコのボローニャ風パスタ。ゴロゴロした牛肉が特徴です。ボローニャ風って聞いて、私結構ひき肉とかそういう細かいお肉を想像してたんですけど、ほんとサーロインのこの大きなお肉が入っていてとても美味しそうです。キノコをソースと一緒に煮立たせます。サーロインはフライパンで別で調理。2つを合わせ茹でたパスタを混ぜてメニューの完成です。おなじみのボローニャ風パスタソースとは雰囲気が違いますね。お肉が美味しい。もうお肉が大きいんですけど、想像してたよりも本当柔らかくて、旨味っていうのもすごい出てきて美味しいです。手作り生パスタもソースに馴染んで美味しい。実はどのパスタメニューも麺が選べますが、コシのある生パスタのオーダーがほとんどのようです。噛んだ時のコシっていうのがあって、食べ応えのあるパスタになってます。やっぱり手打ち麺を長くやってて、手打ち麺を目的で来てくれる方もいらっしゃるので、一番人気かなと思います。ソースによってやっぱ変えていただきたいなと思って選べるようにしております。続いて紹介はピザマルゲリータ。定番のピザですが、店のそれは一味違います。もう十分いい香りで美味しそうなんですけど、さらに美味しくなる仕上げがあるということで、はい、はい、じゃあパルミジャーノレジャーノをかけさせていただきます。はい、お願いします。わー、追いチーズですよ。追いチーズ、追いチーズ、旨味のあるチーズパルミジャーノレジャーノを削りかけます。ピザの熱で程よく溶け、より美味しくなるそうです。あ、きた、チーズビヨーンって、この伸びるのも楽しいですよね。もう食感がすごい面白い。今までいっぱいピザ食べてきたんですけど、初めての食感。このピザの一番の特徴が生地にあります。ピザの方は自家製のパイ生地のようなサクサクとした食感のオリジナルの生地を使っております。なんかパリでもモッチでもなく、サクッとした食感でチーズもたっぷり入ってるので、チーズのこのモチッとした食感もあって、もう食べてるのが楽しい。この食感は他では食べたことないというくらいオリジナリティあふれるピザ。おなじみのマルゲリータも新しい美味しさになりました。そうですね、やっぱピザをもう一度食べたいと言って再度ご来店される方もよくいらっしゃいます。忘れられなくなる美味しさ、ぜひ食べてみてください。おすすめのスイーツも紹介。トルタカプレーゼ、ビターな甘みが詰まった一品です。
タリアのカプリ島の伝統的なケーキで、ケーキの半分がチョコレートでできている濃厚なチョコレートケーキになっております。チョコレートの色味だけでシンプルな見た目、どんな美味しさでしょうか。見た感じから濃厚なんですけども、食べた時のこのしっとり感とこの甘さ、美味しい。もうチョコが好きな人には本当たまんない。スイーツまでしっかり堪能しました。イタリア語でビーノがワインになっているので、赤ワインだったり白ワインだったりスパークリングもご用意しているので楽しんでいただきたいですね。四半世紀も親しまれている老舗イタリアンレストランピーノビーノ。パスタ、ピザ、スイーツと驚きや美味しさが詰まった味わいを楽しんでください。ピーノビーノ、こっちパスタも美味しいしピザも美味しかったよ。そうなんです、うん、実は私たち家族昔から家族揃っていくお店で。そうなんだ。もうここのピザファンですね。うわ、もうだってもう25年って老舗だもんね。そうだよね、うんうん、言ってたよ。いろんな歴史見てくれてると思う、うん、あ、そっか、うん、家族で行く方が多いっていうのも話聞いてた。あ、言ってた。あ、そう、去年はあの姉の夫婦の結婚祝いをそこで祝ってたのを知ってたから、うん、サプライズで突入して、うん、お姉ちゃんたちにワインをプレゼントして、でここぞとばかりに食べて帰った私も。あ、素敵。めっちゃ思い出がある場所なんですね。そう、すごい温かいお店なので、うん、はい、おすすめです、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ続いてはトレンドナビです。ゆりバブよろしく。はい、皆さん沖縄に新しい遊園地ができたのご存知ですか。今回はチームラボ学ぶ未来の遊園地沖縄にやってきました。最先端のアートやテクノロジーを体感できるみたいですよ。それでは早速行ってきます。トレンドナビ、今回は那覇市の T ギャラリア沖縄 by DFS に昨年末にオープンしたチームラボ学ぶ未来の遊園地沖縄を体験。さあそれではお邪魔します。うわー、すごい、やばい、めっちゃ綺麗、 3D みたいですよ皆さん。何これ、不思議な景色が広がっています。結構な段差です。うわー、すごい、なんか変な感じする。うわー、入るとすぐ目に飛び込んでくるのは滝のように落ちてくる水のような粒。高低差のある立体的な地形に沿って流れ込んでくる様子はどこまでが現実かわからなくなるほどです。上から滝のように流れてるけど、ちょっと近づいてみますね。どうなんだろう、触ってみます。あ、なんか弾けてる、すごい。ちょっとこれどうなってるの。え、これ私に今弾いてるのかな皆さん。なんか自分がすごく魔法使いになったような気分です。うわ、遊園地の奥に進んでいくと、あ、何あの大きいお魚さん、クジラかな。ちょっとセンター行きたいと思います、真ん中の方へ。すごい、気持ちいい、見て、超綺麗じゃないですか、大きい、色鮮やか、カラフル。ちょっと気になる生き物がいるんですよ、皆さん見てください、こちら。あ、すごい、なんか触ったら弾くのかな。他にもたくさん生き物がいて、なんかね、蛇とか、ほら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 、皆さん見て、カエル、ほら、カエル、はいや。紙に書いた生き物たちが生息する鼓動する谷。ヘビやトカゲ、カエルなどの食物連鎖が繰り広げられ、増えたり減ったりしています。
生き物を人間が踏むといなくなってしまいます。ちょっとなんか切ないですよね。弾む水の天才ケンケンパと名付けられた作品はいくつかの色の丸、三角、四角を踏みながら飛んでいきます。同じ形や同じ色の丸、三角、四角を進むと周りにも美しい変化が起こります。続いても不思議な空間が広がっています。うわー、いろんな大きさのボールがあります。きれい。わー、何、ね、これ何か喋ってる。コケ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 って言ってます。こっちちょっと触ってみよう。難しい。なんかボールたちが喋ってますね。楽しい。上の大きなボールも触ってみますね。はっはっ、あ、変わった。すごい。体全体を使いながらボールに触れることで空間の色を変化させ音楽を奏でられます。お子さんに人気のエリアです。こちらはたくさんの粒が流れ落ちてくる上り坂、それにさまざまなフルーツが育つ滑り台。どちらも人に反応して水の性質や自然の関わり合いを表現しています。もちろん登って滑るなんて子どもたちには楽しさしかありません。うわー、すごい。お魚さん、水族館みたいですね。あ、これイカじゃない、イカ。あ、これクラゲだ。あ、ウミガメかな、これ。これはいろんなことが書いた魚なのかな。世界とつながったお絵描き水族館は描いた魚たちが泳ぐ場所。ユリボブも絵を描き泳がせてみましょう。ユリボブ、絵心はあまりないですけれども、気持ちですので思いを込めて描きたいと思います。じゃあまずはこれはね、絶対に何々っていうのはとらわれなくていいんですよ。皆さん自分の描きたいような生き物を描けばいいんです。さあ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 、ユリボブはねピンクが大好きですからピンクも使いますよ。あれ、皆さんクラゲじゃないのって思っているかもしれませんが、まだわからないですからね。さあどんな絵が出来上がるでしょうか。あ、ちょっとやばいかも。さあ出来上がりました。ユリボブが描いた絵はこちらです。じゃじゃん、クラゲではなく自分の人形を描いてみました。いかがですか皆さん、可愛いんじゃない、上出来じゃない。ユリボブ人形、これは目立つはず。それでは私が先ほど描いた絵が水中に浮かんでる、来るみたいですよ。どこ、ユリの絵は、あ、違う、いた、これだ、みんな見て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 、あ、いなくなっちゃった、いなくなっちゃった、すごい輝いてる、かわいい。こちら人魚の特徴はですね、皆さんスタイルをよくお尻をプリッと描いたところが特徴的ですよ。そしてね、笑顔がよく素敵ですねと言われるので笑った笑顔を描きました。皆さんいかがですか、ユリボブが泳いでるよ。未来の遊園地はまだまだいろんな作品が広がっています。体を使って駆け回り美しく広がるグラフィックを時間を忘れて楽しんでください。最後はお絵かきファクトリー。ここでは遊園地内で描いた絵をプロダクトにすることができます。
お絵かけファクトリーで T シャツ出来上がりました。可愛くないですか、ゆりもむ T シャツ。アートを体験する展覧会、ぜひ皆さんも遊びに来てみてください。チームラボ学ぶ未来の遊園地沖縄。子供はもちろん意外と大人がハマるそうで、それも納得の話題の遊園地。サイエンスとテクノロジーを融合させたアート体験、とことん遊んでみたいですね。今週の衣装協力はリアリーです。胸元を大きく開けることでデコルテを美しく見せ、大きな襟が小顔効果も叶えてくれます。フロントのジップを開けてカーディガンとしても着用可能。ボトムには切り替えマーメイドのシルエットが美しく、レディー感をプラス。鮮やかなブルーのニットトップスは広く開いた V ネックで顔周りをすっきり見せてくれます。フロントの縦に並んだパールの粒感が上品さをプラス。ボトムにはドットのフレアスカートを合わせて大人レトロな印象に。柔らかい雰囲気のクリーミーなグリーンニットトップスはショート丈なので足長効果もあり、襟元と袖の太めリブもポイントに。中からはボリューミーなシルエットが可愛いアイボリーのワンピースをレイヤードしてガーリーな印象に。この間さ、はい、私が過去に共演したことのあるモデルさんに会ったんだけど、うん、なんと上流家になっていて。お、上流家というのは？お酒を作る方です。あ、そっちのね、でしかもジン作ってるのよ。おいしいし、うん、とってももう透明のすごく綺麗なジンに仕上がってたんだけど、うん、まあまず初めの一歩がこれですと、うん、もっと立派な上流家になります、応援してくださいって言われて、素敵、かっこいいと思ってさ。女性の、女性、かっこいい。そう、もうこの子はもう小柄な方なんだけど、うん、うわめちゃくちゃ大きく見えたし、うん、あのこれからもっといろんな種類作っていきますっていう話だったから、素敵と思って、なんという華麗なる転身を遂げたんだと。まだ本人は謙虚に今からですって言うけど、素晴らしいなと。あ、すごいね、そのモデル業から上流化、うんうん、皆さんの周りにいる華麗なる転身を遂げた人、または転身するなら私はこれがあれば聞かせてください。私は美容家になりたい。これまた意外というか、ね、意外かもしれない。そうそう、なんか あんまりね、なんかなん興味をあんまり持たないんです、多分私の性格上いろんなものに、はあ、なんだけどなんか自分で化粧品作ってみたりとか化粧水とか作ってみたいなとか思ったりする。でも確かにいいですね、夢あるかもね。え、うん、なれるんだとしたらね。あ、いいねいいね。なれるんだとしたらってことはなんか夢のような話。全然いい、全然いい、全然。私あのマーベルシリーズ あの一族になりたくて。誰あの特にアベンジャーズが私大好きなんですよ。あ、いいね。その中でもキャプテンアメリカになりたいです。結構いかつくない？そう、主人公ですし、うん、もうみんなを守るあの姿がもうたまらなくかっこよくって、うん、でもそれはね見た目だけじゃなくてほら、うん、慣れるから、はい、うん、慣れますから、ね、慣れる慣れる、みんなのヒーローには。そうですね、頑張って、はい、頑張ります。、はい、まだまだ慣れてないので頑張りますね。華麗なる天使ヒーローになりましょう。いい、ね、じゃ確かにね、見た目もかっこいいもんね。そう、なんかあの変身する姿とか、うん、たまらなくかっこいいんですよね。かっこいいと思います。そう、いい、ね、なんかアニメとかもすごい好きで、あの変身シーンが特に大好きで、うん、もうこれ話したら止まらないんで、本当に素敵だと思ったので、うん、これからも要チェックしたいと思います、うん、はい、はいはい、ということで華麗なる日々を過ごしましょうか。はい、ということで今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。素敵な週末を過ごしてください。来週も情報満載でお送りします。バイバーイ。